あの代表何してますの、はい、今もうあれですよ、とりあえず今撮影なんかないかって言ってクルーさんに呼ばれたけど、今松戸のね、はい、はい、12です。初日の特選ですがですね、もうスタート、これ生なの、これ生です、今から走るんです。で、はい、あの予想したりこう買うじゃないの、うん、ただここは正直言ってあんまりあの自信ないんですわ、というのは初日で、うん、あのこいつらね、あの全員これ勝ち上がり戦って僕言うたよ、競輪って、はい、ただそれは7、8、9、10、11までの人たちで、うん、この12レースの人たちはシード選手なんで、これ負けようが何しようが明日準決勝乗れるんですわ、うん、なんかセオリー通り走らんと奇襲攻撃かけてきたりとかやのやつがおるから、ちょっと試しみたいなのもできるわけ、試しなやつもできるから、なんかあんま分からんですこのレースは、ほうほうほう、これはギャンブルですわお前どうでもいいけど、飯食いながらこう携帯見ながら、うん、いや、もうやっちゃうねんなんで俺を呼んでんだいやいや、でもこの姿がおかおるやん、姉さんやとか、はい、なんで俺を呼んでんだ、いやいや、この自然さがいい、だからあの日本一この姿が似合う見てる映像が競輪員のそうですよ、もうこれすごい、もう This is 競輪やからね、もう死活問題かかりますよ、これほんまにもうということは、まあ、これはまあ、まあ、ちょっと身の保証はされてるということですね。明日もなんか出れるという。そうだからあんま面白ないけど、これが3人ラインなんですよ。前からね、これマフネとね、マフ、8と6、マフネとこれエズレイいうのが、はい、これ福島と栃木で、これまあ北日本というか東日本の連合軍ですよ、はいはい、でこの3番と4番が近畿と、大阪と愛知の校で、要は中部近畿の連合軍なんですわ。これやっぱり結構並んで走るようなそういう。いやもうこれチーム戦やからね。そういうことね。ほんでこの後ろの5番、2番、9番、これ岩本と、林、これがね千葉、神奈川、うん、で神奈川やから、うん、これはちゃんとした劣気としたあのも、うんうん、普段から一緒に走っとるやつなんですよ、うんうん、ここは急増ですわ、ここ急増ですわ、うんうんうん、だからこれも一旦に逃げていくよでしょ、うん、でこれ1と7はね岡山と福岡の子でもどこも行くとこチーム入れてもらわれへんかった、うん、ほらですわ、ね、でこれでここまでは大丈夫なんです。ほんでこれで3番が赤が切れ赤切れ 赤が前切ると、うん、赤がこれ前切る、うん、で流す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 んや、うん、岡崎くん踏んであかんねやあれなんか一人違うとこあかん踏んじゃってあと何種なのこれ、あと2種あるぞ、あと2種もあれんのやばい、お前はどこを予想してんねんな、これ3番やんか、3番って何色なの、赤や赤や、岡崎くん、あかんねん、もうこうなったら黄色が来よんねん、今からもう来よんの、来た来た、ほらどうにかしろ、岡崎どうにかしろ、岡崎どうにかしてくれ、あかん、終わった、本命ですわ、これ本命、ほんまやほんまや、黄色来た、これも本命ですわ、ここに3番切り替えて、3番もいってないかな、3番どこ行ってんの、もう俺もう俺、いや、一人なんか違うとこ行った人、俺やなんか飛ばされてもらって5-1ですわ、あでも黄色1、あ1人飛ばされたっていうか1人おらへんようになった、あれは誘導員って言うて、あペースメーカーみたいな、ペースメーカーペースメーカー、あマラソンでしたペースメーカー、そうもうどけ、おい途中でもやめたってやめたよ、そうそうもうどけどけ、そういうことか、どけどけ、あーあいやでも今のもものすごいあの分かりやすかったでしょ、 DTR ね経理やった、 DTR の実況やったでしょ、だから臨場感あった、俺からしたらこのねこれの後ろにここが入ってくれて、これの仕掛けに合わせてこれが出ていってくれたらええのに、うん、この8番と6番が逃げる後ろにつくときに足使いすぎた、これ前行ったらあかんの、やっぱ風があかんの、だから大きいの変えて、やっぱり あのスケートの多シュートもなんかそうなんだよね、いやもう後ろの取り合い、後ろの取り合いしな、あだからうん、それはでもそうやけど、このほなこの3番がこの4番にしたら3番逃げてほしいよな、わかる、同じチームやったら、うん、同じせやから3番に、3番はほんなこれ4番のために俺行ったるわと、俺行きますわって、うん、先輩俺行きますわって、うん、その代わり後ろから来るあの5番を止めてくださいよ、うん、的な感じですよ、要は、それはでも試合前から大体こういうレースで行こうかっていうのはしてんねん、作戦会議は一応してるらしい、止めとけよ言われた側も俺を止めに来よるたも分かってるわけでしょ、あ、そこのせめぎ合いか、せめぎ合いなんですよ、それって公表されてるんですか、あのコメント出てる、あなるほど、全部あの今日は何番に行きますで先行しますとか、あこの前あの先輩に世話になったんで今日は行くだけ行きますとかっていうコメント、行くだけ行き出しますのやつはもうほぼほぼ勝たへんのよ、まあな、せやけど競輪走ってるから何があるか分からない、後ろがガシャガシャ言ってこけよったら前でパッと残ってもらう場合はあるけど、でも偉いもんだ、あのこれ5来ますわ、ほんま5来てるよ、うん、あもうすごいね、じゃあもうあの8番
8番に早いかしゃええのに3番があそこで足つこった、うん、もうこうなったらもう5番しかないんですよ、うん、それが一番怖かったです。だからあそこそこついてるやんけ、8000もついてるやないかこれお前、うん、凍ってんの。いや凍ってないっすよ。いや何やそれそれ凍ってない。あいやこれ5番やったらもっと俺安いかなと思ってたから、だから結局今日ね、本命ではないやん。本命ではない。これ5人1やったら多分1000円2000円ですわ。1番がなんか岡山の子1人の子言ってたでしょ、最後の子がはいはい、じゃあ入り寄っただけでこんだけなるんですわ。変わりよね、変わりよね、リアルやわ、すごいな。でも今なんかもう見直したね、なんかあの西山君は。いやいや、あ言うたら見ててね、言うた感じに来たから、ああ、ほんまや、思って。僕ね、もっと言えばね、うん、もう一番最初に周回ゆっくり走ってたじゃないですか、うんうんうん、あの段階でもう3、4ないなと思いました。あそうなの、それでわかんない。もうわかる。これまずい。何が、何がちゃうねん、それ。もうこれは5番やなーっていう。ゆっくり聞こう。うん、そうやな。次ゆっくり聞こう。